また戻ってきた人。劇場じゃないや、錦糸町。おつジメ、やっぱ梅雨ですね。まだ梅雨すぎて疲れる。ファンの方との握手は全然疲れないのに。ジメっとしてて疲れる。こんにちは、さっきぶり。さっきぶり。くるみにマジ可愛かったって言った。さっき錦糸町で私が終わった後、次がくるみとコヒちゃん。のあれだったから、そう、くるみと会ったんだけど、え、マジで可愛かったって言ってきた。ほんまに可愛いほんまに可愛いと思ったから、ほんまに可愛いって伝えた。こんにちは。劇場着いたらまた前髪きれいにしよう。まだ行かないみたい。錦糸町はもうピョンズ来てくださいましたね。ありがとう。かわゆいちゃんとくぼちゃんと一緒にさせていただいたんですけど、
そう、今回なんか普通にいつも私が一番最初に準備終わっちゃうから、一番最初にこうお願いしますって出ていくじゃないですか。したらいつも一番最初になって最後になっちゃうんですよこの入った順でいくからそう、今回もそれで、え、ごめんでもピョンズにはちゃんと言ってたから、うちもうなんかみんなと握手したい人はその錦糸町来たらいいし、ハルピョンとゆっくり握手したいよって人は劇場来てって言ってたから先に。そうだから別に私はもうみんながどういうスタンスかっていう感じ。レコードさんありがとうございましたってツイートします。え、聞いてください、さっき私今日 IC カードにお金を入れたんです、チャージしたんですけど、いつもだいたい5000円ずつチャージするんですけど今日5000円なくて1万円札入れて5000円チャージしたの。したら出会いました。お金見せていいのかな、ショールームって。出会いました、なんと新札、初の出会い。いや、なんか思ったのよ、これもしかして五千円札とかお釣りで出てくったりするかなみたいな。まあでもあれかと思って、みんな多分まだ使ってないから、そんなさ、ここのなんかなんていうの、切符売り場とかなんてきっとまあ一応さ出てくるかみたいな気持ちだったの。したら梅子来た、梅子来た。なんと、え、なんかびっくり、びっくりした、普通に、梅子と出会いました。まあ場所によると思うよ、きっと。錦糸町タワーレコード、錦糸町パルコ店、なんか使えないね、まだ1枚目だから。私が出会った新札1枚、あ、ちょっと待って、コンコンされた、カチャってしとこう。
誰もいなかった。怖っ。神隠し。川村ゆい。川ゆいちゃんってさ、まだツイッターやってない？やってるわ。久保なの。やタグ付けしようとした、今調べたけど出てこなかった。危ない、眠すぎる、やばい、ツイートしながら寝てた。劇場で寝ようかなと思ったんですけど、その劇場内で握手会やってるじゃない、だから寝れないじゃんと思って。そうもう劇場行きますって聞かれたけど、劇場行ってもその楽屋でしか寝れないなと思って。楽屋で寝るのむずそう、あの楽屋。劇場の狭狭の部分ところに行くのをやめました。この後の髪型迷ってる、どうしよう。さっきハーフアップしたんですけど、ポニテもあり、さっぱりすっきり。多分30分ぐらい暇、30分ぐらいまで時間ある。あと15分ぐらい時間ある。
電車の中で朝も寝そうだったし、朝寝たし、もう移動は睡眠ですね。なんか発売日が一番いろんなところに行くから、そう眠たくなっちゃう。移動が多いからね。でも私多分寝たら声出なくなるんだよな。寝たら声出なくなっちゃう。起きた。一応劇場のスタッフさんにもお願いはするんですけど、みんなにもお願いがあって、劇場に来て握手してくれるよって、握手しにハルピョンに劇場会いに来たよっていう方、あの前の人との間隔をちょっと開けていただけると少しありがたくって、あの本当にさっきグループ握手会やらせていただいたんですけど、もう一生人がねどん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 来るじゃないですか。待てないのよね。ちょっと待ってってできないから、ずっと息を吐きっぱなしだから、すごいなんて言うんだろう、喉がやられてますみたいな感じだったけど、そんななんかめっちゃそのスタッフさんに怒られるぐらい開けろって言ってるわけじゃなくて、ちょっとハルピョンが咳してもいいぐらいのレベル、なんか一息吸えるぐらいのレベルの、ごめんねみんな大変なんだけど、大きいお願いします、大きいハートって音した。まあダメだ、のみそ寝てる、今の頭の中で大きいハートだみたいな、のみそ寝てる。ありがとう。っていう感じです。
寝ちゃった。寝ちゃった。いや、一応記憶はあったよ、今配信してるよな、自分と思いながら。ピンときた頭で踊ってました。でも1番と2番で、違う、欲しい。夢見てごめん。寝ようかな。楽屋で椅子に座って、ちょっと早めに行って、楽屋で椅子に座ってこうやって寝ようと思います。ちょっと劇場で眠くなってきちゃった。また劇場握手で会いましょう。回復してみんなと握手できるように頑張ります。じゃあまた、ここでは寝ない。ここで寝たら終わりな気がする。起きない気がする。頑張ります。おやすみなさい。また5時から、やばい、あと30分後に握手会の人とは思えない。また30分後によろしくお願いします。それではまたね。ありがとう。まあ、荷物取りに来たかったから、どっちにしろ。